公共データベースから必要なデータを抽出使いやすくするだけの簡単なお仕事と題しまして、リサーチアシスタントのメグが発表いたします。ちょっと空気読めてなくて軽い内容かもしれないんですけれど、はい、発表します。今日は収穫祭ということで、もうここにいらっしゃる皆さんはもう全然分かってらっしゃるので説明しなくてもいいんですけれど、今日は、リサーチアシスタントが、放牧された後のその成果の報告会というものと、あと多分ユーストで見てくださっているとは思うんですけれども、次世代の RA さん来たれという会であります。で、私からは RA のお仕事、私が担当していたお仕事について説明できればなと思っています。みんな RA のお仕事と個人個人でいろいろ担当しているんですけれども、主には統合テレビの番組制作や、大規模公共データの利用技術の開発、また画像コンテンツの制作など、それぞれ担当しております。そして私はこのうちの真ん中の大規模公共データの利用技術開発というところで、できることをしています。まあ、詳しくは、犬さんがワンワンっておっしゃってたんですけれどこのホームページを見ていただいた方が分かりやすいと思います。で、公共データの方分かりやすくっていうことなんですけど、なんか上が切れているな。まあ、いや、私が言うここで言う公共データベースというのは、パブメドやパブメドセントラル、また SRA や GEO などの、などのデータベースで、パブメドやパブメドセントラルは、生命医療分野に関わる論文を集めたデータベースです。さらに、SRA や DRA や DNA、GEO というふうに書いてあるんですけれども、こちらは次世代シーケンサーによる実験結果のデータベースになります。このようなデータベースのデータを使って私はお仕事をしましたということをお話ししていきます。そして、研究者が研究をして、その成果である論文や実験データの結果は、別々の論文だったら論文のデータベース、実験データだったら実験結果のデータベースに、登録されて公開されています。そして、実際には別々のものなので別々に公開されるのは構わないと思うんですけれども、この論文とこの実験結果は同じ人がやった同じ研究の成果であるということで、データ同士に関連があります。で、実際にこの関連があるので、例えば論文には、このデータは俺がやったぜと、この ID でここに公開されているぜというのが、自然言語で論文の中に書かれています。さらに、実験データのデータベースにはここにこの結果の、説明じゃない、この結果を解析した論文がここにあるぜということが自然言語で書かれています。で、これはこれで見ている人でも見ている人でも全然構わないんですが、こういうふうなこのデータができたよとか、この論文を書いたよとか、このデータを使ったよ、またこのサンプルを使ったよなどといったデータベース間のデータで、そのデータにさまざまな対応があります。で、それはいいんですけれども、実際ちょっと分かりづらいということで、じゃあ分かった、この一覧を作ってみようというのが、我々がやったチャレンジです。そして、一覧を作ったって言って、かなりあっさりなんですけれども一覧を作ったったぜというので、一覧を作ったっていうのがこちらに公開されています。このリスト一体なんだっていうと、横の1行が、1個のデータをアノテーションした結果になっていて、で、論文の情報と実験データの情報が論文と実験データの ID による紐付け、ID によって紐付けられてこのような一覧にしています。そして、このデータは次世代シーケンサーデータに特化しています。さらに、定期更新機能付きということで1週間に1度空論で回して新しいデータを取ってくるということをしています。で、これはどこに公開されているかというと、 SRAS という次世代シーケンスデータの目次サイト、こちらは DBCLS で提供しているコンテンツなのですが、このコンテンツとして公開中であります。
まあ、そしてデータの作成方法はというので、うにゃうにゃ、去年とかは説明したんですけれども、なんか途中で、はぁって感じだったので、まあ、データの作成方法はテキストマイニングの技術を使っているような、そうでないようなという、あの本職さんにテキストマイニングだって変って言うと、何言ってんだお前みたいな、そんな感じの、まあ、割と初歩的なマイニングをしています。で、詳しい作成方法はちょっと切れちゃってるんですが、ちょっと間に合わなかったんですけど、ハテナで更新予定ということで、i アンダーバー87とか meg08 という ID のハテナに投稿しようと思っています。なので気になる人はぜひ見てください。ということで i アンダーバー87っていうのはさっきちょっと出たんですけど、このデータベースは私個人が作ったものではなくて、で私はメグと言いますけれど、私個人で作ったものではなくて、チャークレスさんやアイアンダーバー87さんとともに作ってきました。チャークレスさんは、RA さんではなくて DBCS のスタッフさんです。でこの SRS を作った人で、アイアンダーバー87さんは、メグ、私の同研究室の先輩で、現在国外逃亡中ということで今回の発表も本当はアイアンダーバー87さんがやりたいなみたいな感じだったんですけど、右上あとは任せたということで任されました。で私は、今大学院の2年生で2年の入院生活を経て今週退院予定であります。で、まあ、一番最後に、リサーチアシスタントとして働くメリットというので、こちらの人たちにお話ししてもなんか、微妙かなと思うんですけれど、まあ、働くメリットとしては、生命情報系のツールの使い方や知識が身につきます。さらに、他の大学や他専攻の方々とお会いすることができて、いろんなことについて教えてもらったり教えたりということがあります。で大学に入ると自分の専攻の人たちとお付き合いをして、なんか自分の大学の中で世界が閉じているような感覚がしていたんですけれども、 DBCLS に来ることによってちょっと他の世界が垣間見えるという感覚があります。そして、リサーチアシスタントとして働くことによって、世の役に立つことは何か、自分にできることで何か役に立つことはないのかということを考えるいい機会になりました。で、まあ、働くメリットとして、まあ、こちらはおまけかもしれない、おまけかそうじゃないかもしれないんですけど、根津近くの美味しいご飯屋さんの情報を教えていただいたり、さらに、似たような生命情報系の学生ならば、同じ学会でお会いすることもあったり、さらにはスタッフさんとの交流も楽しいですっていうので、これは一昨日撮ったばっかりの、おニューな写真なんですけれども、銀次郎さんという猫がいて、銀次郎さんを撮影する人々、さらにその様を撮る人々というので、このような楽しい状況が見られたりしますので、まとめとして、あなたが次の RA だというので、私の発表は締めさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。